します。電車は4両編成で運転をしております。車内にお手洗いはございませんので、あらかじめご了承ください。車掌は吉岡です。終点の京都までご案内をいたします。JR 西日本からのお知らせです。JR 西日本では本日10月2日土曜日にダイヤの見直しを行いました。奈良線の列車についてはほぼ終点はございませんが、大和路線の奈良から鴨居間の列車についてお昼の時間帯一部列車の運転を取りやめます。鴨居川上の次亀山方面ご利用のお客様は時刻表などをよくお確かめの上ご利用ください。ご利用のお客様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。次は奈良山です。左側2番乗り場に
ご案内です。関連特線、調査ため、終了の手方面、途中長尾駅まで各駅に停車いたします。はい、内川口駅は、プラットホームの使い方、1番乗り場から14時29分の発車です。関西線、鴨井川上田方面、山崎快速の鴨駅は、プラットホームは2番乗り場から14時28分の発車です。お昼の時間帯、一部の列車運転を取りやめております。十分にご注意ください。
待ちのため1分少々停車いたします。発車までしばらくお待ちください。次は七倉に停車いたします。
当駅では信号待ちのため、あと2分程度停車いたします。38分の場所までしばらくお待ちください。お客様に京阪電鉄線の運転状況についてご案内いたします。この先、京阪電鉄線ご利用のお客様、本日12時24分ごろ、京阪電鉄本線折口市駅にて列車とお客様が接触いたしましたため、京阪電鉄線本線、応答線、中之島線で列車の運転を見合わせておりましたが、14時10分ごろ運転を再開しています。なおダイヤの乱れが続いているため、この奈良線を含む各路線において振り替え輸送を行っております。振り替え輸送のご利用方法等につきましては、駅の係員等にお尋ねください。お待たせいたしました。まもなく京都駅発車いたします。ドアにご注意ください。
ご利用方法等につきましては、駅の係員にお尋ねください。なお、銀座で電車、ただいまは運転を再開しております。まもなく JR 小倉、JR 小倉です。お出口は左側です。電車とホームの間、少々空いております。降りの際、お足元にご注意ください。
少々で発車いたします。ご利用のお客様、車内にてお待ちください。発車後、電車が左右に揺れます。お足元にご注意ください。次は、大枠に停車いたします。代行輸送
方です。Thank you.
お注意ください。 JR 富士の森を出ますと稲荷、東福寺、終点京都の順に止まります。
再開しておりますが、ダイヤに乱れが生じているため、15時50分頃まで JR 線などで振り替え代行輸送を行っております。振り替え輸送をご利用のお客様、詳しいご利用方法等は駅の係員にお尋ねください。なお、ただいま運転は再開しているため、出町柳方面および淀屋橋方面どちらもご利用いただけます。危険な電鉄でご利用のお客様はご注意ください。まもなく東福寺です。お出口は左側です。電車とホームの間少々空いております。お降りの際お足元にご注意ください。15時30分の発車です。宮古線、大津、二方方面ご利用の